日独がルールに基づく国際社会の安定と繁栄のために果たすべき責任はますます大きくなっています。今月1日の日 EU EPA の発効により誕生した世界最大の自由な先進経済圏を日独で牽引していきます。そのためにも欧州および世界経済に対する英国の EU 離脱の影響を最小化する必要があります。合意なき離脱はぜひ回避すべきです。本日はメルケル首相と我々の社会の未来像についても議論を行いました。先端技術を活用した豊かな未来の創造を両国で共に切り開き、自動運転、AI、IoT 分野の共同研究を強化することを確認しました。で今日、日独関係は新たなステージに引き上げられました。これからもアンジェラと手を携えて国際社会の平和と繁栄に貢献してまいります。